どうも、ジです。本日もソニックフォースやっていきたいと思います。前回は、黒い親玉みたいなやつを、アバターね、自分のアバターと、ソニックね、ソニックと一緒に、倒しました。今回は、兵器工場だね。エッグマンが作ってる兵器工場を壊しに行こうってことで、グリーンヘル、ネクストエピソード、ステージ10ね、やっていきたいと思います。僕はソニックを助けられなかった。ああ、こっちのソニックのことだけどね。紛らわしいな。ソニックはエッグマンの怪物にやられている。そう、黒いやつね。でも今は君がいる。まるで世界がバランスを取るためにソニックをどんなソニックでも必要として呼び寄せたみたいだよ。ああ、なるほどね。エッグマンさえやっつければこの戦争は終わる。あ、古いソニックの話か。そしてエッグマンの力の秘密が分かればきっと君を元の世界に返してあげられるはずなんだ。ここでもいいんじゃない。あ、この先にエッグマンの反応があるよ。行ってみよう。次ソニックか、あの古いソニックのやつか。こっちの操作はね、結構シンプルな気がする、確か。お、早くエッグマンを見つけなくちゃ。基本ジャンプしかないはず。反応があったのはこの奥かな。ここはまだ早いよな、ほんと。それほどでもないけど、敵がいるのは確かなんだ。用心するに越したことはないよ、ソニック。なるべく止まらず行きたいんですけどね。あいけ、なかなかね難しいよ。危な、危ない危ない危ない。慎重に慎重にいっちゃうからスピードが上がらない。いて、あ、バリアもったいな。オッケーオッケー、いいよいいよ。あ、待って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 、嘘でしょ。あ、そんなあっけなく。ちょっと待ってちょっと待って、ゆっくりゆっくり。やっぱり、ね、ソニックはスピードゲームみたいな感じになってるけど違うんだよね。こうね、慎重にやるのもソニックなんだよ。オッケー、おー、早い早い。こんなの目ついていける？早すぎてついていけないんだけど俺。もうあの敵が目の前にいても走ってる時はもう間に合わないよね。砂漠あるね。グリーンヒルのはずだよね。おかしいな。ちょっとわかんないですけど。グリーンヒルはあれか？一番メジャーなステージっていうか。確かにそう言われたら砂漠はないのかもね。オッケー。こまめに飛んどくことないです。うっそうそ、危ね、危な。ちょ、何今の、ひどくない？何これ？スターみたいな、スターみたいな。おお。OK です。無敵だったね今途中。一回落ちちゃったね。おお、けど S ランク。ちょっとよくわかんないねこれ基準が。ミッションクリア。兵器工場に行くと思ったけど、その前にこっちだね。これまだ兵器工場行ってないね。いろいろ福綿に入ってるけど、まあ今のままでいきましょう。そう、 S ランクになるだけでもまた服違うのがもらえる。難しいステージの S ランクとクリアしたらね、自慢になるのかもしれません。どうなんだろう。ちゃんとしたソニックは出てこないのかな。お、ステージ1。SOS 出てるけど、まあ、無視でいこう。VS エッグマン。古いソニックとエッグマンかな。ちょっとまだアバターの出てきてないけど。これで、試作型ファントムルビーの廃棄は完了です、ドクター。こいつは最初に起動させたものしか使えん欠陥品じゃからな。ええ、俺並みの精神力がなければその起動もできません。バレてんぞ。ミスティックジャングルの研究所も閉鎖したし、これで。そうじゃ貴様、あそこで逃げ出したソニックに会ったそうじゃな。はい、だが俺の前ではただのゴミ。気にする必要もあります。すごいよな。見逃したのか貴様、ゴミと危険物の区別もつかんのか。これは失礼。ソニックに負け続けたドクターとは違い、俺は勝ったことしかないので。ファントムルビー試作型？ソニックは生きてるって？そうか、伝われてないのか。どうした？何も。計画は予定通りに。無論じゃ、時来たればレジスタンスどもは消滅し、世界は怪人に傷。やること無言や。リアルエッグマン帝国はそこから生まれいずるのじゃ。そして世界中のゴミどもはファントムルビーの力に恐怖し、
ただひれ伏すのみ。うん、あのルビーさえ壊せればいいのかな。あれが弱点っぽいけどね。なんじゃ貴様。お、さすがソニック。俺許さんぞ。あれ逃げなかったね。逃げちゃったじゃん。許さんぞって言いながら逃げてるけど大丈夫。あ、戦うのこれ。勝てるかな。めっちゃ 3D と思ったら 2D。 いいぞ、自分の天才ぶりが怖いぐらいじゃ。あ、なるほどなるほど。想定外ってことは計算が甘かったんじゃないの。むしろ失敗だよね。あぶだぶだ。想定を超えてこそ天才。凡人どもには分からん境地じゃ。ちょっと待って。あ、やべ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 。オッケー。ダンサー利用しないとダメだね。オッケー。弱っ。さすが本気じゃないか。いきなり本気出しすぎだろ。かっこいい。エッグドラグーンだって。ちょっと待って、いきなり本気出しすぎだろこれ。連射性能ないな。おお。どいつ攻撃できるのこれ。あ、なるほど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 。分かった気がする分かった気がする。めっちゃ飛び散った。あの爆弾が来た時だね。もうちょっともうちょっともうちょっと。あぶね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 。おお、あぶねあぶねあぶね。さすがにパターンがあるから。勝った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 。こんなところで叩き潰しても自慢にもならん。どんだけ言い訳してんだよ。いずれレジスタンス軍もろとも一網打尽にしてくれるわ。もろいなあれ。楽しみに待っておれ。ということでクリアしました。ランク A。これはランク A か。 OK です。裏ではこうやって、何これ、裏ではこうやってね、別のソニックも協力してエッグマンと戦ってると。なるほどね。まだ兵器工場は行ってません。このままエッグマン倒せればもう終わりじゃない。ソニックやったね。どんなに抵抗しても対局は変わらん。哀れなやつよ。こうして貴様らと遊ぶのも最後かと思うと感慨深いの。きっちり3日後、わしの計画で貴様らは皆消滅するのじゃ。マジか。3日後、計画って。言ったらサプライズにならんわ。よく言うじゃろ、絶望を待つ苦痛は絶望そのものに勝ると。例えが難しすぎたかの。結構いろいろ知ってますね。さすが年取ってるだけあるわ。サプライズとか考えてんの。いや、行ってもいいんだよ。バークアベニュー。あれ、兵器工場まだか。あそこは別に兵器工場じゃなかったか。お、市街地バークアベニュー。エッグマン軍に突破されたわ。市街地まで攻め込んでくるわよ。街のみんなを逃がしてあげて。つっても誰を行かせるってんだ。ソニックもシルバーもまだ動けねえ。あれ、もう壊したのか。やべえ、ごめん。ストーリーがいまいち。すまね。自分たちも現在シーサイドヒルで交戦中で、援軍には同じく第8小隊。敵の攻撃が激しくて身動きが取れない。誰でお前。くそ、他に手はねえか。よし、新入り、きついかもしんねえが市街地の一般市民の救出に向かってくれ。了解しました。ごめんなさい、ちょっとストーリー途中で分からなかったけど、とりあえず襲われてるんで守りに行きます。兵器工場。あ、兵器工場前回壊したか。ちょっと間が空いて、記憶が。逃げ遅れた人たちの避難状況を教えて。こちらSPO、現在交戦中。一般市民のフォローにまで手が回らない。オッケー。こちらも交戦中で、そんな余裕は。聞いての通りだ。お前が頼りだぜ。壊すぞ壊すぞ。ちょっと待って。救出に向かってくれ。ちょっと。オッケー。やっぱこれが強いよな。負け気しないもん俺。なんかいるわ、でかいの。まさかあれはデスエッグロボ。量産されていたのか。やべえ雰囲気だな。ほぼ俺アクションしてないこれ。勝手にアクションしてるこれ。オッケー。取れるかな。取れなかった。行こう。お見事、大したものだ。スピオって誰だよ。
俺様の見せ場を取られちまったぜ。あれあれオッケー、いくよ。歌流れてますね。これ俺やってないよ、勝手にやってるよ。脱出経路の確保完了、これで安全に逃がせるぞ。新入りの活躍で盛り返してきたぜ。このまま突っ走る。オッケー、新入り優秀かよ。一応発射しながら行こう、発射しながらね。快感ありすぎだろ。マジか、危ねえ。いろんな生き方あるね。今の落ちなくても違う方向、違う方法あったんだもん。いいよ、オッケー、オッケー、いいよ。司令部より通達だ。敵は尻尾を巻いて逃げ出したぜ。任務成功。各々が責務を果たした結果だ。大半が俺のおかげ。オッケー、結構良かったんじゃない。結構黙ってやった気がする。 S ランク、結構 S ランクのハードル緩いね。ミッションクリア、アバターステージでバースト1本を使用する、あの爆発するやつね。ダッサ。ステージ12をクリアする、 OK です。どんだけアバターの本当に、え、もう本当にあるぞ。結構1000種類と余裕であるんじゃないかこれ。あ、かっこいいかっこいい、3番のやつかっこいい。あれ、ちょっと待って、3番のやつかっこいい。ちょっと口隠したい。トロフィーを獲得しました。服好き、服好きっていうか勝手に服が手に入るというか。やったな新入り、だが浮かれるんじゃねえぞ。はい、頑張ったな。今のお前ならやれると思ってたぜ。何様だお前、やりや、怖い怖い怖い、笑みが怖い。おかげで俺様の出番がなくなっちまったぜ。アバターの笑みが怖いよ。よし、次カジノフォレスト。めっちゃ SOS 出てるけど、まあ無視だよね。ちょっと一回アバターを変えましょう。ドレスアップじゃなくて顔だね。やばいやばい、待って、服もちょっと変えよう。これやばすぎるだろ、ガチの暗殺者じゃんこれ。暗殺者っぽい見た目の靴はないかな。これでいこうか。グローブ、頭、頭は特には、これでいこう、これでいこう、これでいきましょう。やばいねこれ。待って、マントいらない、マントいらない、ごめん、マントいらない、マントいらないっていうか他のに変えれるでしょ。これか。これでいきましょうこれでいきましょう。何これやばいね、めっちゃかっこいい。俺としては、俺のセンスこんな感じです。こういうの好みです。この中二っぽい、この毎日コツコツやってないんだけどね。じゃあステージ13、カジノフォレスト行きましょう。ミスティックジャングル。信じられない、ソニックが生きてる。これで一生分の運を使い切っちゃったかもしれないけど後悔はないよ。運ではないよ、必然だよな。ソニックを見つけてエッグマンの計画のことを伝えなくちゃ。どんな計画なのかよくわからないけど、そういえばエッグマンはソニックがミスティックジャングルにいたとかなんとか言ってたよね。ミスティックジャングルって昔あったかな、なんかないか、なんか聞いたことあるけどね。
百科事典フォレスト。昔ソニックのゲームやってるんだよね。ちょっと全然覚えてないけど。さっき盗み聞きした話だと、ソニックはここにいるはずなんだ。ソニックにソニック探しをお願いするのも変だけど、頼むよソニック。たまには自分で探せ。まんまかカジノ。危な、しょっぱな落ちたな。こうやってこう、すごい、ほんとまんまカジノだね。ちょっとご慎重にこう食らわないように気をつけます。すごいな、ほんとにもてあそばれてる感がすごい。なんだろう、弾バリアか。あ、ちょっと待って、マジかよ。せっかくのバリア、早っ。バリア壊すの早っ。ちょっと待ちます。オッケー。この辺りにはいないみたいだね。もしかするともっと中心部にいるのかも。勘だろそれ。ただの違ったらどうしてくれんだ。あぶちょっと、あぶない。しょっぱな落ちすぎだろ。あぶな、まだ落ちた。何回落ちんだよ。おー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 おおおおまた何もしてないの、勝手に進んでる系だわ。一回戻ろう。よし、いいね。これで上に行ければ、お、行けた行けた。まあ、基本的に右に行けばいいから。おお、すげえ、コインだらけ。リングか。多分この近くだと思うんだけど。なんかセンサーでもあるの。ソニックがここでじっとしているとは思えないしな。また捕まってたりな。これ S ランクでしょ。S ランク、これ S ランクだよ。これはね S ランクだと思ってました。 OK。 てかアバター変えたのに、せっかもう、もうすごいな。顔アバターやばすぎるだろ。奇抜なの多すぎるだろ。なんだ今の顔、顔っていうか、なんだあれ、獅子落としみたいな。普通だね、珍しく。 OK。 せっかくアバター変えてるのにさ、アバター使ってないから、使えてないから。次ミスティックジャングル、アクアロード行きましょう。正体不明の複数の反応を検知したわ。場所はソニックたちがインフィニットと戦った研究所よ。どこだろう、忘れちった。エッグマンのロボットか何かじゃないのか。生体反応よ、それも2つ。なんだろうね。とにかくロボットじゃないわ。妙だな、やばい。新入り、偵察を頼む。やばいあ、化け物おる。完全にやってるこれは最初のやつもやばかったけど、余計やばさ増した気がするぞこれ。かっこいい。ロボットじゃないってんなら、その2つは何なんだ。もし2体とも敵なら、新入りの手には余るぞ。ボスじゃないだろ、敵じゃないだろ。なんか一緒に転がってるけど大丈夫これ。当たったらまずいんじゃないか。気をつけて、流れが急になってるわ。手が回りそうだ。危ない、落ちる流れに身を任せた方がいいかも。それは何、もう手放してくださいってこと。まだ、なんでこっち行っちゃうの。なんか一緒に転がってんのこいつら。これちょっとある程度コントロールできるけど、下手したら落ちちゃうっぽいんで気をつけます。ルークに入り組んだところに研究所があるので。人に見られたら困るような実験をやってるってことだろ。 OK。 バーストバースト、かっこいいな、バースト。あー、ダッサいちょうどリングに当たらないな。大層なゴミ分だな、シーリー。滑りたくて滑ってるわけじゃないよ。すげえすげえ、おお危ない。おい、これはコース脱落する。これはまずいまずい。オッケー。いいよ、オッケー。特に戦うこともなかったね。これでスタントが行くの、マジか。これ結構早かったね。
特に何かしたわけでもないですね。またよくわかんない、むかっこいい、むステージ4へスラックでクリアする。 OK です。もうね、結構服が手に入ったから、よほど変な服じゃないとね、驚かないよね。ん？あ、なんだっけ、ファントムルビーだっけ。ん？歪んでるっていうか、汚れてる。いや、君はソニック！テイルス！心配してたんだよ、僕はもう。心配そうだな。やっと会えたんだね。ピンピンしてるぜ。お前は久しぶりだな、元気か。今まで会ってんのか。ソニックが無事でよかったけど、悪い知らせもあって、エッグマンが僕らを3日で滅ぼすって宣言したんだ。3日でだよ。3日か。それだけあれば十分だ。このゲームを3日で終わるってことか。3日で何するか分かんないけど。おーおー、あ、結構勢力増してきましたね。なるほど。確実ステージが解放されました。ステージファイヤーキャノン。で、次、サンセットハイツ。次、ステージ15ですね。やっと、この青い部分がね、多分、味方の勢力図なんで、少しだけ、ちょっと盛り返してきましたね。次はね、ステージ15。市街地だね。サンセットハイツ、行きたいと思います。今回はね、ここまでにしたいと思います。また次も見てくださいね。バイバイ。